はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、始まりの戦士高火力なのはどっちということで、現在、開催されているクロニクルバトルで強化できるソードオブライトなんですが、装備強化を進めていくことによって両手武具、そして通常の二刀武具として切り替えが可能な装備となっております。なのでどっちの方が火力が高いのか見ていきたいと思います。まずそれぞれ違いで言うと、ダメージの補正、両手武具だからダメージ補正が最大 1.75 倍まで伸びます。その代わり防御の値が206と若干二刀の装備に比べると低くなってます。まあその分二刀の装備に関しては防御が高いけど、ダメージ補正の、まあ、武器補正ってやつが低くなってるっていう感じだね。でその他アビリティに関しては、防御の 50% と HP20 と毎ターン MP5%、 そして防御の固定チャップ500、ここまでは全く同じで、最後の一つのアビリティが、こっちは二刀の方だね。二刀の方は、防御の500固定値アップと武具の、防御の 100% 武具パッシブがついてきますと。なので二刀の装備の方が防御のパラメーターが、まあ、8000近くまで伸びると。でそれに比べて両手武具に関しては最後のアビリティが LB100% がつくと。で、防御の固定値は500で、それぞれアビリティは全く同じなんだけど、防御の値が約1500下がった6500ぐらいになってしまうので、防御の値が全然変わってきますが、まあ、どっちの方がダメージ的には高火力なのかっていうのを今回検証していきたいと思います。はい、ということで今回はトンベリマスターにやってまいりました。始まりの戦士の装備なんだけど、まず防御力が7979、そして LB 倍率は300、悪魔キラーは300といった装備構成とアビリティ構成になってます。でどうしてもね、武具倍率なんだけど 50% 足りないんだけど、LB 倍率を合わせるために一応今回憎しみを乗り越えてをつけております。ビジョンカードはジャッジマスターをつけております。じゃあまずはこっちのダメージから見ていきましょう。今回魔法壁薬が必要なので、引き付け 100% と魔法のダメ化、そんでクイックが必要になってきますので、ロカちゃん LB ゲージの回収とクールタイム短縮で、フィナソルでチェイングループ4、霊言で悪魔キラーの不要役だね。で、チェイングループ16をつないでいく。ぶっちゃけね、霊言は光デバフ役だから別に誰でもいい。で、そしたら LB ゲージ貯めていく。で、ある程度溜まったら BS をして、まあ一旦防御でいいかなと思います。で、ロカちゃんスタートさせて、始まりの戦士防御。で、始まりの戦士にクイックさせていきたいと思います。で、敵の行動は魔法壁薬がかばってくれます。で、2ターン目、リロードをして、もう一回ロカ使っていく。霊言は防御。で、ロカのクイックが終わったら、さあ、集え、光の戦士たちを使って、自分の LB の3000、そして6000の LB の威力アップをやっていきましょう。なので、9000 LB の威力を上げていきます。イナソルトリプル使って適当なアビリティ、そして悪魔キラーの 150% の付与、そして4回コードを使えるようにしておきます。イナデジはカバウが切れてしまいましたので、魔法カバウと、あとは適当に LB が足りてなかったら、LB ゲージの回復なんかをやってあげたらいいかなと思います。これで準備が整いましたね。で、敵の行動は、またフィナデジがかばってくれるような形となってます。さあ、じゃあラスト3ターン目見ていきましょう。基本的にやる行動は全く同じで比べていこうと思います。フィナデジ LB 使って光の威力アップ 25% をやっていきます。で、ロカちゃん使って LB バフ250を、かけていきたいと思います。そして、霊言使って光の 140% デバフ、これを入れていきたいと思います。まあ、周りのね、通常のトンベリも処理していきたいので使っていきます。で、そしたらフィナソル4回コードを使ってタッグアタック。で、始まりの戦士は光を、我に力を1万8000プラス9000なので、2万7000の光の LB やっていきたいと思います。で、まあ、ヒットが7でちょっと微妙なんだけど、タイミングさえ覚えちゃえば大丈夫かなと思います。タッグアタックの4連に合わせるときは、剣を掲げたら、まあ、押してあげればいい感じにチェーンが入るかなと思います。で、34ヒットでフルチェという形になってます。
あいいダメージ出たんじゃない。最後が25億入りましたね。ダメージはまあ69億出てるんだけど、周りのねトンベリのダメージ、まあ、レーゲンが稼いでるダメージ分もあるから、まあそこはあんまり参考にならない。ここだね。始まりの選手は36億という結果になりました。ぶっちゃけ二刀流の場合は武器補正がねそんなにないから、あんまりこっから前後はしないと思う。言っても38億ぐらいが限度かなと思います。まあ上振れを引いた時だねって言っても平均は36ぐらいだと思うから、まあまあこんなもんかなと思います。じゃあ続いて両手のダメージを見ていきたいと思います。はい、じゃあ先ほど同様3ターン目にやってまいりました。で、現在の始まりの選手の装備は両手武具のソードオブライトを採用しております。LB 倍率とかをなるべく合わせたかったから、LB ダメージはマックス、悪魔キラーもマックス。で、防御に関してはもうどう頑張ってもこれが限界で、6518。アビリティ倍率がまあ400にも届かなくて、で、武具倍率も届かないんだよね。だから、精神っていうか、まあ防御の値がもう1500ぐらい変わってくるんだよね。そこがね、どんぐらい跳ねてくるかなというところ。装備アビリティに関しては、まあ、この辺をちょっといじくったぐらいかな。ビジョンカードは全く一緒、不滅も採用してるしっていうところ。さあ、じゃあダメージ見ていこうか。まずは LB で光の威力アップ、 LB バフ、光のデバフで、やることはさっきと一緒だから4連に合わせて端線の LB で、やっていこうか。で、全てのバフがかけ終わったら、じゃあ見ていこう。剣を掲げたらタップ、これで、さっきと同じような倍率が出るかなと思います。全く一緒だね。で、34。なんか同じ感じじゃない ?26 億。で、さっきは最後が25億ぐらいだったから。まあ、なんか、最後のダメージもマジで一緒だね。で、ちなみになんだけど、まあ、ダメージ見ると37だから、まあ、さっきよりも、まあ、1億、2億、若干高いかなっていうところなんだけど、まあ、武器補正で、まあ、1.75 倍まで最大伸びるから、今画像は出てると思うんだけど、マックスがだいたい42億ぐらい。で、最低が30億弱、30億ちょいぐらいかな、だったから、結構差はあるね。でも、端線を、まあ、ほんと火力として見たときは、やっぱり武器の上振れを狙うんだとしたら、両手武具の方が、まあ、高火力かなといった検証結果になりました。ただ、実際武器補正が本当に少ないから、防御のね、防御の武具補正が非常に少ないから、まあ、どうだろうね、キラーを考えたときにで言うと、若干盛りづらさはあるから、得意キラー以外には、ちょっとね、両手の採用は難しいかなと思いました。まあ、厳重でどうにかなればっていうところだね。ぜひね、今回始まりの戦士なかなかいい性能してるんじゃないかなと思います。パーティーの強化もできつつ、自身のね LB で火力も出せるという点では非常に素晴らしい壁役かなと思いますので、皆さんもぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではまたね。